江崎公平は、長野県上稲郡高藤町出身の日本画家。本名は、江崎公平。歴史人物画を得意とした。江崎が指示した、前田清村1904年6月15日に、長野県上稲郡高藤町に生まれ、画家を志して15歳の時に、東京に出た。五福章で図案を描いて、生形を立て、日本画家の津屋龍美咲に、山和絵を学んだ。 1927年には第8回定点で晩秋が初入選。1933年に龍美崎が死去すると今度は前田清村に指示した。1940年に大霊記念京都美術館で開催された日本画大展覧会では熊本、崎森が大米、東日賞を受賞。1941年の第4回新聞展では 打手が特選に選ばれた。役史を寄贈した、憲服寺1947年の第3回日展では、像作りが特選。戦後には、おさらげ二郎蝶、小敷大将、吉川英治著、大閤器、井上康史著、風と雲と鳥で、真田軍機、風林火山に挿絵を描いたり、黒沢明監督の映画、七人の侍で、衣装交渉を担当したり、歌舞伎。 新、中心蔵で、舞台装置を制作するなど、芸術界で幅広く活躍した。七人の侍では、1957年の第29回アカデミー賞で、衣装デザイン賞に、ノミネートされている。1963年6月27日、目黒区の自宅で死去した。死因は、脳難化症。江崎家の菩提寺は公園にある、剣福寺であり、1950年に、 第6回日展に出品した薬師を寄贈している。1992年4月から5月には、長野県品野美術館、東山会議館で、近代の歴史画展、江崎公平と、無社員の系譜が開催された。2009年10月から11月には、長野県稲文化会館で、歴史画家、江崎公平の仕事展が開催された。ありがとうございます。